今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は運動会前の最後の練習ということで、桃組さんでもこうお話をしたんですね。こう今日が最後の練習だよって言うと、早かったっていうお友達がいたりとか、もうバッチリだよっていうお友達もこういたりして、こうたくさんの声が聞かれました。でこう最後の練習ということで、お部屋の中で気合い入れをしてから、こうえいえいおーって掛け声をしてから、こう児童公園に向かったんですけれども、こう児童公園に向かう途中は、こういつも恒例なんですかね、こう歩いていくと、こうかぼちゃの置物がありまして、そのかぼちゃの置物がこう揺れているんですね。なんか女の子がこう見つけて、あ、先生、かぼちゃがダンスしてるって言って、こう見てってこうやってる姿があって、でそれをこう周りのお友達も見て、でこうかぼちゃのダンスをしながら、こうみんなで児童公園に向かっていくっていう、なんか可愛い一面を見ながらいつも児童公園に向かっていて、で今日もみんなでこうダンスをしながら行ったんですけれども、こう児童公園ではこうやっぱり最後の練習ということで、ちょっと子どもたちの気持ちも違っていて、こう開閉会式、開会式、閉会式の練習だったり、泳ぎの練習だったりは、こう慣れてきて、こう疲れちゃった、暑いっていうお友達も中にはいたりもしたんですけど、もう今日はそんなこと言うお友達は誰もいなくて、こうかっこいい姿勢をとっていたりとかして、こう成長を感じることができました。でこう帰ってきて、お給食お弁当の時間だったんですけれども、ちょっと個人的な話で、昨日私は夜寝てる時にちょっとリレーで走ってて、自分が転ぶっていう夢を見たんですけど、その話をちょっと一緒に食べていたお友達にしたんですね。で、もし大関先生がってリレーで転んじゃったらどうしようって、そういう夢見たんだよっていう話をしたら、先生大丈夫だよ、僕が助けてあげるからこう私が行くねみたいなお話をこうしてくれて、どうせ笑うでしょうって、絶対笑わないでみたいなことを言ってくれて、とても幸せな気持ちになりました。運動会まであと少し、本当に子どもたちのこう練習、本当に頑張った姿がたくさん見られると思うので、楽しみにしていてください。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。